本市美山線。本市美山線は、岡山県倉敷市の茶屋町駅から、瀬戸大橋を渡り、香川県あや郡宇多津町の宇多津駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本、四国旅客鉄道、JR 四国の鉄道路線、線である。1988年に開通した6つの、橋梁からなる、瀬戸大橋を渡り、本州と四国を結ぶ。瀬戸大橋は、 道路、瀬戸中央自動車道との併用橋となっており、本市美山線は道路の下部を通る。アプローチ区間は本州側が高架とトンネル、四国側が高架線となっている。宇野線、予算線の一部を合わせた岡山駅高松駅間に瀬戸大橋線の愛称が付けられている。交通新聞社発行の JR 時刻表をはじめとする旅客向けの案内においても、 瀬戸大橋線と記されるとが多く、本市備参線という表現はほとんど使用されていない。瀬戸大橋は、橋上の鉄道施設を含め、日本高速道路保有、債務返済機構、高速道路機構が所有しているが、高速道路機構は、鉄道事業法第59条の規定により、第三種鉄道事業者として適用されず、同法同条2項の規定によって、 JR 四国が第一子鉄道事業者とみなされている。JR 西日本が保有する区間は岡山支社の直轄である。当該区間に2016年3月26日から導入されたラインカラーは青、路線記号は M である。JR 四国が保有する区間はラインカラーを設定しておらず、路線図などでは当該区間も含めた本市備三千前線を JR 西日本のコーポレートカラーで表現しているものや予算線と同一の表現も存在する。全線が IC 乗車カード、アイコカ及び四国アイコカのエリアに含まれている。また、小島駅うた駅間には1996年1月10日から加算運賃100円が設定され、道路との共用部の維持費として支払われる本資利用料や 軌道の維持費などの一部に充当されている。本市備産線建設にかかる鉄道債務の額は、長期借入金にかかるものとしての債務総額約1、886億7、200万円、本州四国連絡協債権にかかるものとして、債権総額約4、250億3、200万円の合計、約6、117億400万円と定められている。 これらは本来は国鉄が負担すべきものであったが、国鉄分割民営化に伴い国鉄、生産事業団、日本鉄道建設公団が負担した。宇野線との分岐駅である、茶屋町駅は、本市備三線専用のホームがなく、茶屋町駅を発車すると、しばらく、宇野線と同じ線路上を走行し、宇野線が右に分かれていく。左にカーブしてもなお、宇野線は、 本市微山線の高架下を走行し、右にカーブすると左手には引き続き直進していく、宇野線が見える。その先で、上松駅を過ぎると、すぐに、有峰山トンネル、福南山トンネル、小島トンネルと立て続けに通過し、トンネル間に、君駅、上野町駅が設けられている。小島トンネルを出ると、瀬戸内海が見え、繊維、アパレル産業で栄えている。 小島駅に到着し、JR 西日本の区間が終わる。小島駅を出ると、JR 四国の区間に入り、和芝山の山麓を進み、瀬戸中央自動車道の交点付近で、新東山トンネル、和芝山トンネルを通過し、瀬戸大橋を渡り始める。新東山トンネルでは、伏線でトンネルに入るが、トンネルの途中から、 和芝山トンネルに接続して上下線で分かれて、和芝山トンネル及び瀬戸大橋では上り線が四国横断新幹線用の下り線を、下り線が在来線用の上り線を使用している。そのため、瀬戸大橋は在来線と新幹線を合わせて4線、付設できるように考慮されているが、現在は中央の2線しか線路が付設されていない。と間,間は人間に近いことから、 これらの区間を通過する際は騒音を抑えるよう速度を落として運転している。JR 四国では一部区間を除き風速が秒速30メートル以上になると列車の運転を見合わせるとしているが会場を走行することから瀬戸大橋上での風速規制値は秒速25メートル以上と厳しくしている。瀬戸大橋に設置されている風速計は信号機と連動しており 風速規制値を超えると、自動的に停止信号を現時し、風が弱まるまで列車を一時安全な場所に停車させる。また、閉塞信号機の配置によって、橋上に三列車以上、同じ橋の、同じ線路に列車があることを運転しないようになっている。吊り橋の荷重制限から一列車の重量は、最大線四百トンまで、一橋には、上下線合わせて同時に二列車までという運転上の、 政権があることから、閉塞信号機はすべて陸地にあたる高架橋部に設置されていい。また、列車火災に備えてきついし島と吉島の高架橋部には、消火設備と避難通路が備えられている。四国に入ると、工業地帯を通過し、瀬戸中央自動車道と分かれて、右にカーブし、快速、マリンライナーなど、境で駅へと向かう連絡線が左へ分岐するが、特急、 潮風や普通などは直進し、宇多津駅に到着する。全線を通して、ほとんどが、橋梁、高架及びトンネルで地平を走行する区間はなく、踏切は一箇所も設けられていない。2009年3月現在、本市美山線のみを走る列車は一本もなく、ほぼすべての列車が岡山駅から直通している。本市連絡列車として、以下の列車が運行されている。 定期列車のみ掲げる。本市美山線の終点は、宇多津駅だが、高松方面と直通する快速、マリンライナーや、新大特急、サンライズ瀬戸は、宇多津駅構内にある短絡線、通過線を通って、境根駅方面と行き来するため、宇多駅のホームは経由しない。ただし、特急、渦潮は、岡山駅宇多津駅間で、特急、南風と並結運転するため、 宇多津駅に停車する。運賃は、いずれの場合も、宇多津経由で計算される。このほか、岡山駅小島駅間の普通も運転されている。小島駅前で瀬戸大橋開通に先立ち、1988年3月20日から8月31日に、開催された、瀬戸大橋家境記念博覧会、瀬戸大橋博十八岡山の観客輸送のため、同駅北を、 先行を議をしている。茶屋町駅と小島駅は JR 西日本の直営駅、宇多津駅は JR 四国の直営駅である。上松駅、君駅、上野町駅の3駅は無人駅となっている。茶屋町駅、上松駅、君駅、上野町駅の4駅は小島駅が管理している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。